今日は久々にハリークイーンのポータブルイーバイクです。 E の C4 はあまりにパワーがないので、こっちの方がね一足しかないですけど、パワーはありますんで、今日はちょっとこっちの方でサイクリングしようかと思います。でここはですね、16軒関っていうところですね。よくわかんないですけど、こんなところです。ここからスタートしようかと思います。ここの星川を下流の方に行ってみようかと思います。しかしこのナビは見やすいね。地図はちょっとざっくりなんだけど、ギラギラにカンカン照りに照ってる太陽の下でもちゃんと見れる地図とかすごいよね。ここは草刈ってればそのまま行けるんだけど、ぼうぼうだからしょうがないからこっちからいつも迂回するんだよね。やっぱり16インチだから、なんかちょっと今までずっと20インチ E の C4 20インチだからね、20インチに乗って慣れてたから、ちょっとハンドルがクイックだよね。ちょっと動かすだけでキュッて曲がっちゃいますね。空気圧が最大 3.5 バールって書いて 3.5 バール入れたんだけど、 3.5 バールって少ないよね。16インチで 3.5 バールだもんね。なんかちょっとふにゃふにゃした感じはしますけど、まあその分乗り心地はいいかなって感じはしますね。やっぱ自転車楽しいね。ここを右に行って星川の土手を走っていきます。が、行けるか、行けねえな。あそこ止めちゃいけないだろう、あの人さ。まあいいや、あっちから今行けるからね。ここを右に行けば星川の土手だ。こう、もう涼しいね、日陰は。やっぱこっちの方がパワーあるわ。 E の C4 と比べると、もう E の C4 は電動アシストこれって思うぐらいパワーないよね。多分このハリークイーンのポータブル E バイクのアシストレベルが弱、中、強なんだけど、弱と同じぐらいだね。 E の C4 の最強のアシストレベル5がもう全然アシストしてくれないです、あれは。でこの弱で走って、これの場合はハリクイーンの場合は36ボルトの 7.0 アンペアアワーで80キロ平坦路で走ると。実際その通りに80キロで走ります。でこれ間違いなくね、E の C4 のアシスト最強の5よりもハリークイーンのポータブル E バイクアシスト弱の方がパワーあります。すごい楽です。今 16.2 キロで走ってます。でアシストされてるなって感じがします。これをアシスト強にするとハリークイーンの場合は19キロぐらい、今 18.9 キロですね。結構向かい風吹いてるんですけど、 19.1 キロでアシストされてて、ペダリングが軽くなってます。しかも向かい風あるんですが、ちゃんとトルクセンサーがうまく効いてくれてて足に伝わってきます。 E の C4 の場合は風が吹くとその分スピードが落ちます。あれはダメだね、本当に。前後ディスクブレーキっていうのはいいけども、街乗りつって平坦路で走るつっても、風が向かい風の時その分スピードが落ちちゃうっていうアシスト力ってどういうことなのって話だよね。今11万12万ぐらいで売ってるけど、ハリークイーンのこのアシスト力を考えると7万ぐらいなんじゃないのって話だね。5、6年ぐらい前なんかな、もっと前かな、電動アシスト自転車が出始めの頃に合法ですっていう風に売ってた一番非力な時代の電動アシスト自転車のアシスト弱
中強があったとして、その弱よりも E の C4 の最強のアシスト5はパワーがないです。全くないです。アシスト推定のバッテリーがねアシストしただから、その分バッテリーの重さが加わってますが、そのバッテリーの重さ分遅くなりますよね。重くなった分車重がねっていうのを考えたら、あのアシストなしでいいんじゃないのぐらいな、もう意味のないアシスト車ですね、 E の C4 は。いやー、ずっとここんとこ1ヶ月ぐらいハリークイーンのポータブル E バイクは乗らないで E の C4 ばっか乗ってたから、いや、いかにハリークイーンがちゃんとした電動アシスト付き自転車で、いや、電動アシスト付き自転車ってこんな楽なんだなって改めて実感しましたね。かなり風、向かい風吹いてます今。風速、この体感的には4、5メーターぐらいは吹いてる感じですね。だけど全然風とか気にしないでいいような感じではありますね。このナビの性能は、まあ車とかについてる最新のナビに比べるとやっぱりね相当落ちますけど、でもまあね、3万円ぐらいで買えちゃうんだから、3万5000円ぐらいかな、これしっかりとそれなりにちゃんと誘導してくれてますよね。偉いな君は。あ、ここを左の方にそれてすぐ右に行くのかな。すごい風吹いてても 17.5 キロで走れるもんな。 E の C4 はアシスト強で無風の時でだいたい16キロぐらいしか出ないもんね。あれは力なさすぎだよね。ここの道を渡ってから右に行くんだな。44メーター、もっと短いねこれはね、30メーターぐらいだね。うん、日陰涼しい。いや、ラクダはハリークイーン、ハリークイーン非力だなと思ってたけど、 E の C4 に乗った後乗るともうパワーあるね。恐れ入りました。今までバカにしてすいませんでした、ハリークイーン様。とりあえず風ずっと向かい風だけど、時速17キロは下らないもんな。ほんと E の C4 は非力すぎて、無風でほんと16キロぐらいしか出ないもんね。あんなの楽天サイトで何ヶ月連続1位ですみたいな、あれね、 YouTuber とかが嘘ついてんだよみんな。無料で借りて案件みたいな感じでやってくからさ、まあ、YouTuber の言うことはあんま信じちゃダメだよね。その点私は YouTuber じゃないからね、 YouTube をやってると個人的にやったのを載せるだけで、案件受けてやったことはまあドローンの時はあったけど、ダメなもんはダメって言ってましたね。小麦行くと自転車屋さんがあるとこかな、あの今やってないけど、ああそうだ、自転車屋さんかバイク屋さんかわかんないけど、うん、結構水多いね量が。ここ左だ、ここ左行くんだね、川沿いに走ってく感じだ。ああここであれかな、おととい3日ぐらい前に買った DJI NEO のテストフライトしようかな。この辺だったらいいだろう、川の上でもないし誰も来ないし、もっとロケーションがいいとこがいいな。決して悪いとこじゃないんだけど、もうちょっと周りに全然民家とかがないとこの方がいいやね。もうちょっとじゃあ走ってみましょう。いやー、 E の C4 に比べると楽だ。こうでなくちゃダメだよね、電動アシストって。 E の C4 は電動アシストに乗ってる感が全くないもんね。あれ最初の漕ぎ出しのほんの3キロか5キロぐらいに達するまでの時しか、うん、この辺でやってみようかな。なんかこの辺は
養豚場みたいな匂いがするな。この辺でやってみましょう。で、動画ボタンを押してクイックショットを選択して、ブーメランやってみようか。ブーメランでスタート押して、誰も来ないな、大丈夫だ。はい、スタートします。これだね、こうやってこうやって選択したから、はい、スタート。3、2、1。日本語だね、ここは。ブーメランの距離とかはどうやって設定するんだろうね。できんだろうね。ブーメラン終了。そうしたらもう一回やって、今度はヘリックスにしてみよう。で、ここを選択してヘリックススタート。3、2、1。誰も来ないね。もうどん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 離れてってくれて、近づいてってくれるのかな、これは。これはいいのが取れそうだね、ヘリックスは。20〜30m 離れたね。で、終わったらそのまま戻ってくるのか、これは。なるほど、回転しながら戻ってくるんじゃないんだね。では次は、サークルも一応取ってみるか。これを選択して、はい、サークル。誰も来ない、来ないね。サークルはもう自分は動かない、面は回っちゃう、ぐるぐる回ってると。はい、これが取り終えたら、はい、取り終えました。はい、次はですね、ロケット行きますか。ロケット、はい、これもまた選択してスタート。3、2、1。どんどん徐々に上をに上がりながら、下の方をチルトして撮ってくれてますね。ちょうど上の方に来ましたね、真上に来ましたね。あんまり高くまで行かないんだね。これも距離の設定できると思うんですけどね。はい、ロケット終わりましたから、今度ドローニーしてみましょう。ドローニー、はい、スタート。3、2、1。どんどん離れていくやつだね、上昇しながら。あんま距離いかないんだね。これはあんま使えないな、この状態だと。設定で距離変えられると思うんだけどね。じゃあこれはもう終えて、普通の動画にしよう。はい、録画して、こいつが、ハリークイーンのポータブル e バイクです。
これで 100m なんだ。頼りになるね。マビックミニよりいいかもしんない、これ。